こんばんは、ゆるのみキッチンです。今回は夏のこっさりオクラだれを紹介します。大好きな絹揚げのグリルにかけてますが、ご飯でもそうめんでも何にかけてもうまいです。簡単にできますので、ぜひお試しを。はい、夏のこっさりオクラだれ絹揚げのグリル完成です。早速飲んでいきましょう。ではどうぞ。シュシュシュ、キリッと、せーの、乾杯。チンチン、いただきます。キリッと男前は酸っぱくて美味しい。うまいね。いただきます。はい、こうきましたね。こうきました、はい、こんな感じです。ん、うん、美味しい。オクラどうやって作るんだろう。純粋にめちゃめちゃ美味しい。うまいっしょ。うん、うん、うん、ちょっと待って、オクラは火入れてんの。さっと湯がいてある。あ、さっと湯がいて刻むんだ。そうそう、うん、正解。美味しい。で、味はちょっとさ、濃いめにつけて、うん、これ美味しいね、うん、今思いついた。うん、すごい、うん、うまい、うん、酒道路ぼ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 。私この T シャツ着てるから、うん、滋賀公園ビールを飲まなきゃいけない日のような気もするけど、ビールは一日1本までにしてください。怖っ。この間それ以上はダメです。この間買ったくせに。いや、それを飲んだんじゃないですか。クラフトビール、美味しいね。うまいね。うまい。
こっさりって感じじゃない？うん、こっさりしてる。なんかすごい、うん、さっぱりしてたけど、そこまでさっぱりじゃないっていう、うん、そう、こっさりしてるっていう言葉が でもさ、あれじゃない、ネバネバ系嫌いなんじゃない僕？うん、納豆じゃなければ大丈夫です。オクラは粘ってますけどね。だから納豆じゃなければ大丈夫です。何度でも言いますが、納豆じゃなければ大丈夫です。オクラ君は結構粘っとしてます。はい、オクラ君は大好きですよ、うんうん、これはレモンサワーだな。うん、ああ酸っぱいのと合うね。うん、これさ、グリルの魚焼きグリルの時にはこれもちろん上乗ってないでしょ。もちろんもちろん、後から乗ってる。うん、うん、いいな、私も作れそうな感じこれ。あー超簡単、さっと湯がいて水でさらして刻んで調味だから、で、あえる感じ。うん、大したもん入ってないし、なんかとっても良かった。うん、じゃあ今回はこの辺で、せーの、ごちそうさまでした。苦い人生。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の材料、簡単なレシピ、 PFC バランス表はこちらです。もし今回の動画が役に立ったな、美味しそうだなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。